政府は一般道で初めてとなる自動運転レーンを茨城県日立市に導入する案をを示しましまた。自動運転をめぐっては政府はこれまで新東名などの高速道路で自動運転レーンを導入する計画を示していますが経済産業省できょう開かれた会議で政府は2024年度に茨城県日立市の一般道に導入する案を示しました。 専用ではなく優先レーンにすることを視野に検討していて今後センサーやカメラなど安全かつ円滑に走行するために必要な情報システムを整備する方針です政府は年末までに具体的な実施計画をまとめる予定で将来的な人手不足の解消などにつなげたい考えです